スイカさん、タワーありがとうございます。なんかバチコインにお客さんが入ってたのがすごい昔のことのように感じるわ。実際すごい昔、すごい昔でも3年前ぐらいか。こんばんは、こんばんは。バッチコイきっかけでチームメイト好きになりました。それは嬉しい、ありがとうございます。明日東京暖かいらしいね。でも今日もさ、暖かかったお昼間だから暖房ついてて、みんなで暑い暑いって言って暖房消してもらってでも夕方とかになって、なんか急に寒くないってなって、また暖房つけてもらって、すごいね、わがまま少女たち、わがままちゃんたちでした。でも昼間と夜の気温差が激しくてね、なんかそう良くない。収録終わり、なにちゃん、そう、収録終わってピーターパン買って、それを明日の朝ごはんにして、帰ってきたらハンバーグがあったから、お家にハンバーグ2個食べて、そう、いい感じです。ひゃ、なんだ、桜みたいな、なんか、なんだこりゃ、これなんだ、かわいい、今一瞬すごいかわいいのが出てきた。こちくん名前呼ばれてるか、ワクワク。あ、そう、ぜひぜひ、ちょっと楽しみに。今日日曜に劇場公演、そう、そうなんですよ。3月6日に雫公演、久しぶりに。生誕祭ぶりかな、私の。いや、多分3ヶ月ぶりぐらい ?12、12、そうだね、3ヶ月ぶりぐらいです。あ、夏目さんもくまちゃんタワーありがとうございます。そう、久しぶりの雫公演なので、そう、七瀬の生誕、そうなので、ぜひよろしくお願いします。ぜひ見に来てください。雫公演久しぶりなのでね、公演もちょっと久しぶりだからちょっと緊張するけど、めっちゃ楽しみですね、ぜひぜひみんな見に来てほしい。思い出さんだ、思い出さないと大体は覚えてると思うけど、そう、細かいとことか思い出さないと。
ソーダ水復活してほしいね。ソーダ水やりたいけどな。ソーダ水やっちゃダメかな。ちょっと岩佐さんいたら岩佐さんに言ってみるわ。ソーダ水しませんかって。そう、めちゃくちゃなんかコンペイトーが降ってくる。かわいい。今は部屋着、部屋着、そうだよ、シナモスだよ、シナモス、シナモソ。掛け布団変える時期、掛け布団変える時期、うん、いつだろうねえ、わかんない。でも4月とかなんじゃないの、わからんけど。しずく楽しみにしてます。お、イエーイ、ありがとうね、待ってます。もう2月も終わりですね。そうですね、2月ももう終わり。2月早かったなぁ。まあでもそっか、28日しかないからね。2月早かったですね。でももう3月じゃん。明日から3月だ。やばい。やばいやばいやばい。明日から3月か。冷えだね。冷えって感じ。すぐに公演からの舞台、確かに公演やったらね、もう3日後ぐらいから舞台だから。そう、でまた1週間いてってなってね、3月後半は何かね、あるといい、あれね、あるといいけどね。3月は卒業の季節。そう、3月に私はそうですね、坊ちゃん劇場を卒業します。はい、あやねさんは坂上茜さんに似てます。いい、誰ですか、わかんない、誰だろう。でも私愛媛でさ、劇場い愛媛行った時になんかそう、坊ちゃん劇場の人にすごいめちゃくちゃ言われたんだけど、知念里奈さん、知念里奈さんにめっちゃ似てるって言われて。そう、
そう、知らなかったんだけど知念里奈さん。そうでもなんかいろんな人が、あやねちゃんは知念里奈に似てるよねみたいな、そう、そうなんですかみたいな、誰だろうって思って、そう、多分おでこで上げてるからさ、愛媛だと多分ちょっと近いのかなと思って、そう、わかんないけど、目の距離かな。うん、てか目離れてたらね、大体私に似てるのよそう、なんかそう、エリちゃん、そう、なんかエリちゃんとヒダヤと喋ってて、なんかこの人はアイニちゃんに似てるよね、いやなんかアイニちゃんに似てる人いっぱいいないみたいになって、そう、メイクさんとかもなんかアニちゃんに似てる人よく聞くよねみたいな言ってそう、大体目離れたら似てますからねって言って、そう、あ、そういうことみたいな、そう、うん、だから大体アニちゃんに似てるよねって言われる人は大体目が離れてるかな。知念里奈ちゃんの写真とか見たことある、そう、だから言われてから知念里奈って調べて、そう、見た、あーって、そう、へーって感じ。僕にとっては唯一無二の世界一好きなお顔です。一番可愛いだろ、過激派だ、過激派がいるありがとうございます。アニちゃんハムスターに似てる、ハムスター、ハムスターか、ハムスターなんだ、へえこんばんは、こんばんは。小動物系、小動物系ではある、うん、それは、うん、それはそうである。マックは何が好きですか？マックはエビフィレオ好きです。エビフィレオ、あとナゲットが好き、ナゲットめっちゃ好きです。お、15分経過しました、やったー。ナゲットはマスタード、ベイビー、BBQ、 なんかずっとマスタード一択だったんですけど、なんか大人になってからバーベキューの良さが分かって、なんか最近は
なんかバーベキューソースもマスタードソースもなんかどっちもいけるようになった。ビッグマック食べたことはね、あります、あります、あります。両方くれるよね。え、そうなの？両方くれるの？どっちもくれるの？嘘でしょ？それは知らなかった。言えば2個まで食える。え、そうなんだ。確かにいっぱいつける人もいるもんね。よし、今日はちょっと遅い時間なので、今日はちょっとこの辺で終わりにしたいと思います。なんか顔眠そうだし私。ランキング読みます。13位ゲコタさん、12位和田ちゃん、エネ大福さん、11位ショートさん、10位ママエネ大福さん、9位 YSA73 さん、8位ヤスさん、7位ノリーさん、6位ダーヤマさん、5位5位バイユーエネ大福さん、4位ユータエネちゃんのことが大好きですさん、3位お父さん埼玉さん、2位夏目エネ大福さん、1位スイカエネマイラブさんです。ありがとうございました。ありがとう。2月もありがとう。3月もよろしくお願いします。みんなよく寝るんだよ。おやすみ。バイバーイ。バイバーイ。ありがとう。バイバーイ。